小林益川理論50周年の反物質についての理論です。ベル実験。皆さんこんにちは、素粒子物理学者の村山仁です。今年2023年は小林益川理論50周年の記念の年です。小林益川理論というと、2008年に小林誠さんと益川俊英さんがノーベル賞を取られました。でこの理論は一体どんな理論なのか、なんでそんなすごいのかということについてお話ししてみたいと思います。この小林益川理論が何を説明するかというと、ズバリ反物質についての理論です。例えば電子に対して、これは電気がマイナスなのでエレクトロンのマイナスで E マイナスと書きますけども、その反物質の E プラスというのがあります。で電気がプラスなので陽とつけて陽電子というふうに日本語で書いていますが、これが物質、こっちが反物質です。でこの電子と陽電子だけじゃなくて、例えば陽子に対しても反陽子というのがあって、これは名前からしてもズバリ反ってついてますけども、こっちは電気がプラス、反陽子は電気がマイナス。で物質と反物質はちょうど鏡の世界の粒子みたいな感じなんですね。というのはこっちの世界では電気がマイナスだとすると、鏡の世界ではプラス、ちょうど鏡を見ると右と左が反対になるように電気が反対になります。で陽子はプラスなのが鏡の世界ではマイナス。だけども電子と陽電子の重さを比べてみると、重さは全く同じです。陽子と反陽子も重さは全く同じです。ですから電気が反対だっていう以外はもう全く同じ性質を持ってるんだ、それが物質と反物質の世界なんだというふうに物理学者は実は長いことを思っていたんです。ところが1964年、フィンチとクローニンという二人がこんな実験を発表して世界をびっくりさせました。彼らが調べたのは、軽中間子という粒子なんですけれども、それも反物質があって、反軽中間子っていうのがあります。だけども、この軽中間子と反軽中間子の間に、どうも説明できない違いがあるんだということを発見しました。で、どういう違いかっていうのはちょっと説明するのは難しいんですが、この軽中間子というのはすごく不思議な粒子で、ほっとくとこの物質の軽中間子が反軽中間子に変わってしまうっていう変なことが起きます。逆にこの反軽中間子もほっとくとしばらくして軽中間子に変わってしまうっていう、これまた変なことが起きるんですね。で当時はまだよく分かっていなかったんですが、実はこの粒子が反粒子になる確率というものと、反粒子が粒子になる確率というのをきちんと調べてやると、それが違ってるんです。ですから粒子と反粒子を入れ替えたら、これとこれ同じ、鏡の世界で全く同じになってるかなと思ったら、どうも鏡の世界は同じじゃなくて、ちょっとこの鏡崩れてるんだということなんですね。鏡の世界は本当の世界とちょっと違います、そういうものなんだということがここで発見されたんです。ここで大問題は、なんでそんなことが起きるんだということです。でここでいろんな人がいろんなことを言ったんですけれども、最終的に小林益川のお二人だけが本当の真実を言い当てた。それがこのお二人のすごいことです。どういうことをやったのかってことなんですけども、この時にいろんな物質を作るクォークって小さな粒があるってことが徐々に分かってきていました。例えば私たちの体の中には陽子と中性子があって、これが結びついて原子核と原子を作ってるわけなんですけども、陽子の中にはアップクォークと呼ばれる粒が2つ、U っていうふうに書きます。でダウンクォークと呼ばれる粒が1つ入っていて、これは D って書きます。この U と D でできているんだと。で中性子の方は逆にアップクォークの方が1個で、ダウンクォークの方が2個。こういうものができているんだと。で私たちの身の回りものすべて、陽子と中性子とそれを結びつけた原子核。でその周りをさらに電子がぐるぐる回ることでできていますから、私たちの身近な物質っていうのはこの3つだけあれば全部説明できるんですね。アップクォークとダウンクォーク、電子です。これだけで私たちの理科の教室に貼ってある周期表は全部説明できるっていう、まあ、すごい話になってるわけです。じゃあもうこれで終わりじゃないかと一時物理学者は考えていたんですけども、いずれ変なことが起きます。変なことで言ってるのは、実はストレンジクォークという、文字通り名前が奇妙なって意味ですよね。でそういうなんか3つ目の奇妙なものが存在するよってことが見つかった。
で、そういう時期だったんです。で、この時期になんで物質と反物質の性質が違うかということを一生懸命考えた小林益和さんは、なんと非常に大胆なことに、さらにあと3つあるんだって言い出したんですね。まだ3つ目が見つかって、なんでこんな変なものがあるんだろうってみんな頭をかけているときに、さらにまだ3つあるんだっていうのはもうとっても大胆な理論で、そこまで言うかねっていう状況だったと思います。で、これだけじゃなくて、電子もあるわけですから、これも仲間のミューオンとタウと。これも3つなきゃいけない。しかもその対になっているニュートリノも3つなきゃいけない。本当はこうなってるんだっていうのが小林益和の2人の理論だったんです。で、なんでこんなことを考えたのか。ここでポイントになるのは、このアップとダウンのこのペアっていうのが一つここにあり、その次にさっきお話したそのストレンジクォークと、こっちはストレンジですけども、そのパートナーはチャームって可愛い名前がついてて、これが一つのペア。そしてもっとずっと先に見つかったトップクォークとボトムクォークのペアと。ここにペアが3つありますよね。で、このキーワードはこの3なんです。もしこの2つのペアしかなかったとすると、その2つの点をこう、ホワイトボードに書いてみると、2つの点っていうのは、これで図形を作ろうと思ったら、直線を書くことしかできない。で、これが物質の世界だとすると、反物質の世界は、ちょうどこれを鏡でパタンとひっくり返したようになってて、そうすると反物質の間もこう直線になってる。そうすると、いくらこの直線とこの直線を比べても、全然違いがわかりません。でも、小林益和理論のポイントは、今度3つ目があったとしたらどうなるかと。そう、3つ目があると、こうやって三角形が書けますよね。こう三角形になってみると、これをパタンとひっくり返した反物質の方の三角形。こっちが反物質です。三角形同士、反対向いてるとちゃんと区別つくじゃないですか。だから3つになると初めて物質の振る舞いと反物質の振る舞いに区別が出せるんだと。ということに気がついたんですね。ですから、単にこう2を3に変えただけのように見えるんですけども、2から3にいた瞬間に三角形が描けて、三角形とそのひっくり返した角形は区別がつくので、物質の振る舞いと反物質の振る舞いの違いが説明できるんだ。これが小林益和理論のミソだったんです。で、当時はそんな後3つも予言するなんて無茶だよと思われたと思うんですけども、1973年に小林益和がこの理論を提唱した後、なんとその翌年の1974年にこれが見つかり、1977年になるとボトムクォークが見つかり、で、トップクォークはものすごく重いのでなかなか見つかるのに時間がかかったんですけども、1995年になってやっとこれが見つかって、で、本当に小林益和が言った通りだったんですね。じゃあなんで1995年トップが見つかった時にもうノーベル賞あげなかったんだと思うかもしれませんが、ノーベル委員会主導やっぱりこう、厳格でですね、いや、確かに小林益和理論が予言した6つクォークがあるっていうのは実験で確かめられたけども、この6つあるっていうことが物質と反物質の違いを示してるんだってところまでまだ証明してないだろうと。たまたまだっただけも知らないじゃないかというわけですね。じゃあ本当にこの三角形がこの物質と反物質の違いの仕組みになってるのか、それを証明するために行われたのがこの KAK でのベル実験。ここでは電子と陽電子を互いにぐる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 回してこういうところでガシャンとぶつけると、そうするとここでイプシロン4S というちょっと不思議な名前の粒子が生まれるんですけども、それが今度 B という粒子と B バーという粒子に崩壊します。で、この B と B バーというのもさっきの K 粒子と同じように物質が反物質に変わっちゃったり反物質が物質に変わっちゃったりするって、まあ不思議な粒子なんですけども、もうこの粒子をやっぱりしばらくきちんと調べていくと、これもやっぱり物質と反物質の振る舞いに違いがあると。で、K 粒子の研究でどういう三角形になってるかっていうのはもう決まってましたから、同じ三角形を使ってこっちも説明できるのかということをチェックしてみると、ぴったり説明できたんですね。ですから昔の研究では、この K 中間子っていう一つの粒子だけで見ていたので、この理論が正しいのか、他の説明もあるんじゃないか、はっきりしてなかったんですけども、このベル実験をすることで、いろんな例が実は見ることができて、どの例を取ってきても、この同じ三角形で、ペンにピシャッと説明できるんだと。そこまで来たので、あ、これは本当に小林益和が言う通りだったんだな、ということがはっきりした。そして2008年のノーベル賞に結びついたわけです。しかも面白いことに、この時には、日本のこのベル実験だけではなくて、アメリカもババール実験というのが行われていて、は
激しい競争になっていました。で、もちろん実験の人たちも競争してるんですけども、実は一番競争したのは、この加速器を運転する人たちで、最終的にはこの日本のベル実験の方が、アメリカのスタンフォードにあるババール実験よりも、2倍以上もたくさんデータを取ることに成功して、本当に明示通り世界一の加速器を日本で作ることができた。そのおかげでたくさんデータのあるベル実験の方が最終的にいろんないい結果をたくさん出しています。ですから本当にスタンフォード大学みたいな世界に冠たる大学に対して、実は日本の経験の方が勝ったんだと、それも嬉しいニュースの一つでした。というわけで小林マスカー理論というのは、この2を3にしただけなんですけども、なんだ単純なことじゃないかと思われるかもしれませんが、2が3になった瞬間にこうやって図形が描けて、物質の図形と反物質の図形に違いがあるので、それで実際のこの粒子の物質と反物質の振る舞いの違いを説明できる、それがしかも1個の例だけじゃなくてたくさんの例全部説明できるようになったということで、うん、これは間違いない、そしてノーベル賞に輝くことになったわけです。でも逆にこの物質と反物質の違いがここに説明できてしまうと、もう一つの大きな謎である、なぜ宇宙には物質があるのに反物質はないのか、これを説明するためには今まで見つかっているズレだけでは全然足りないということも逆にはっきりしてしまいました。ですから小林マスカー理論ではっきりしたことの2つ目の大事なことは、宇宙に物質があって反物質がないことを説明するためには、今まで見つかっているこの物質と反物質の違いだけでは実はもう10桁ぐらい足りなくて、他にも何かあるんだ、それはこれから見つけなきゃいけないんだ、それがはっきりしたっていうのもこの小林マスカー理論の大事なポイントになっています。ということで今日はこの50周年を迎えた小林マスカー理論の解説でした。ありがとうございました。